アーウィン・ゲージはアメリカのピアニスト。専門は歌曲の伴奏。オハイオ州クリーブランド生まれ。ミシガン大学とイエール大学でピアノ、音楽学、文学を学んだ後、ウィーン音楽大学でピアノを学んだ。ソロピアニストとしての活動もあるが、活動の中心は歌手の伴奏ピアニストであった。共演した歌手には、エリー・アメリング、アーリーン・オゼー、ワルター・ベリー、 ブリギッテ・ファスベンダー、ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ、グンデラヤ・ノビッツ、クリスタルート・トビヒ、エタ、モーザー、ジェシー・ノーマン、ダグマル・ペツコバー、ルチア・ポップ、ヘルマン・プライ、クリスティーネ・シェーファー、ベーター・シュライヤーなどがいる。これらの歌手との録音からは、数多くのレコード賞受賞版が生まれた。1970年、ウィーン・コン・チェルト・ハウスでは、同会場でのすべての歌曲リサイタルで、 ピアノ伴奏を担当することを企画し、実現した。1979年から2005年、チューリッヒ音楽演劇大学で歌曲伴奏のクラスを担当した。2001年、ザールブリュッケン音楽アカデミーで歌曲伴奏の教授となり、ソングリオと呼ばれるユニークな講座をスタートさせた。ヨーロッパ、日本、アメリカでマスタークラスを開催した。ケルンフィルハーモニーホールをはじめ、 世界各地のコンサートホールの相談役、芸術監督を務めた。また、歌唱、室内音楽、ピアノ独奏などの数多くの国際的音楽コンクールで審査員を務めた。2018年4月12日、スイスのチューリッヒで78歳で死去。長年、運動障害の治療を続けていた。ありがとうございます。